はい、皆さんこんにちは。信長の野望の続きプレイしていきましょう。今回はですね、いよいよ伊達、こちらですね、残るところ拠点7、この伊達の攻略を行っていきたいと思います。早速始めていきましょう。まずですね、出撃してる勢力なんですけども、この辺りの、武将がですね、現地に到着するのを少し待ちたいと思います。そしたらここも取っちゃおうか。進行させましょう。相馬中村城の攻略に入ります。出陣する。松平家と戦となってしまうので一旦和睦をします。おっと、こういうこと？もう中村城早くも落ちたと。ご命令ください。先月の終始です。この辺りは地味に兵糧を買っておきましょう。あとは開発行為とかも一通りやっておきたいと思いますが、軍団の、編成しますよね。ちょっと軍団に入れ忘れた心があるようです。よし、これでいいでしょう。で、あとは開発とかをやっていきましょう。城の回収ですね。建設。武将が少なすぎる。なんとか伊達を早く取り込みたいですね。一旦部隊をこの岩出山城に集めましょう。するか。ご命令を。先月の終始です。米を買っておきます。御用を承ります。
ありがとうございました。金不足、何もできないですね、金がないと。出陣します。私がやろう。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。待機しろ。挟み撃ちがさらに挟み撃ちを呼ぶというこの状況、すごかったですね今。承知いたした。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。ご命令を報告いたします。先月の収支です。さらに進行させましょう。出るとするか。革命、お助けいたします。我に打てぬ敵なし。液晶捕獲した。それでは参りましょうか。花巻城、ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。ちょっと攻めるところがない。伊達家と和睦しません。必ず生きて帰るんだ。敵将捕らえたり。手を緩めるな。かしこまりました。竜の戦見せてやろう。いざ参ろう。日照りか。まあ真田の領地は特に影響は受けませんでしたね今回は。うわっ、義満死んだか。ご命令を報告いたします。報告いたします。どんどん攻撃で進行の指示を出していきたいと思います。出陣するぞ。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。取り囲め。表情を始めます。報告いたします。
皆の者、続け。敵将、捕らえたり。出陣するぞ。基本的にはもう、武将は登用していきたいと思ってますので、殺さずに。かしこまりました。味方にしていきたいと思います。承知いたした。止まれ。宮の者、続け。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。我が戦、お見せしましょう。加勢いたす。囲め。出陣するぞ。我に続け。加勢いたします。出陣する。ご命令を。報告いたします。報告いたします。出陣するぞ。味方が捕獲されました。これぞ我が軍略、我が魂よ。これぞ我が軍略、我が魂よ。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。お金があるときはないと。ご命令を。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。進行の指示を出します。我が戦、お見せしましょう。逃げたければ逃げなさい。私がやろう。出陣するぞ。加勢いたす。私がやろう。これぞ我が軍略、我が魂よ。表情を始めましょう。先月の収支です。米を買っておきます。ご用を受けたまわります。でありがとうございました。内政をやります。助立ちいたす。表情を始めましょう。報告いたします。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。金がない。腕が鳴るぜ。我らに撃てぬ敵はありません。私がやろう。出陣する。よし。
表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。どうなってんだ？こっちの方の状況が。うわ、戦争になってるな。これに乗り遅れるわけにはいかないぞ。こちらからも出陣して。ちょっとでも城取りましょう。名古屋城取りますか。いざ戦場へ。犬山城か。犬山城今戦争になってるよね。そんな城はいらないと。犬山城は今戦争だったらキオスを取る。我が戦お見せしましょう。うん、これでいいかな。あと鳥羽とは破棄しましょう。表情を始めます。報告いたします。名古屋が慌ただしいけど、こっちは取れるのか。取れそうではありますけど、力攻めした方がいいですね。逃げなさい。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。逃がしはしない。騎乗する。騎乗します。出陣します。ご命令を。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。まず軍団をですね、一部解散させます。というのも、北陸方面がだいぶでっかくなりましたので、2つの軍団に分けましょう。
で、それぞれ攻略の指示も出していきます。OK、 敵を追い詰めるんだ。お助けいたします。敵将捕獲した。かしこまりました。ご命令を報告いたします。報告いたします。待機しろ。我が戦お見せしましょう。出陣します。承知いたした。よしよし、順調ですね。表情を始めましょう。報告いたします。出陣します。いいでしょう。我が戦お見せしましょう。兵糧切れか。焼き打ちせざるを得ないな。火を放ちます。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。これが我が魂、我が覚悟。敵将捕獲したぞ。戻ります。騎乗する。表情を始めましょう。報告いたします。敵将捕らえた。ここが貴様らの地獄よ。
ちょっともう出せる兵力がない。福島もう一歩で追い詰められるんだけどな。徳川に横取りされるな、このままだと。我らに勝てる敵はない。戦へ参る。お味方が捕らえられました。お、伊達が味方にとか家臣に組み込めそうです。ご命令を報告いたす。報告いたす。ちょっと人を一人呼びたいですね。というか軍団を一個作りましょう。金継ぎにやらせ。影勝つ。優秀な武将多いな、伊達のところは。やっぱり御用は何ですか？金がない。ありがとうございました。捕獲しました。皆遅れるな。我に続け。表情を始めます。報告いたします。助け立ちいたす。腕が鳴るぜ。うわ、出てきやがった。横取りする気じゃねえだろうな。出陣する。出陣するぞ。始めるぞ。表情を始めます。先月の収支です。皆の者、続け。軍略、我が魂を。いざ参ろう。クリュー家は取れないかな。家康に取られそうな、そんな感じがします。家康じゃない、徳川か。ご命令を報告いたします。報告いたします。助立ちいたす。これぞ我が軍略、我が魂を。なければ逃げなさい。敵将、捕獲しました。騎乗する。
ご命令を。いいね、政宗が参謀になってる。先月の終始です。報告いたします。まずは攻撃の指示を出します。出陣するぞ。徳川に取られたか。城に戻るぞ。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。やることないんで、まずここを取りましょうか。小山城攻め、すごい数の兵が集まりそうだ。ちょっと今の最報告いたします。一番最近の状況を見ましょうか。島津が33万、長宗我部が12万、毛利が10万、徳川57万か。真田が25万。厳しいですね。まだ戦ができるような状態ではない。徳川と戦ができる状態ではない。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。兵糧が足りないんだろうな。うわあ、金つくが死んだ。表情を始めます。先月の終始です。出るとするか。混ぜて攻め込んだりしないと勝てないぞ。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。
で片付くな。松平はこれで片付きます。手柄を立てよ。表情を始めます。先月の収支です。出陣するぞ。出るとするか。ご命令を報告いたします。先月の収支です。大軍団になってますね。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。助立ちいたす。これぞ我が軍略、我が魂を取り囲め。逃がしはしない。戻るぞ。城に戻るぞ。ご命令を報告いたします。報告いたします。どうした、かかってきた。敵将捕らえたり。始めるぞ。お、松平忠直を捕らえた。まあ解放しよう、味方にしたいからな。戻れ。表情を始めます。報告いたします。貴様らの地獄よ。敵将捕らえたり。戻るぞ。戻るぞ。徳川と渡り合うために少しでも兵力を蓄えていきたい。ご命令を。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。敵将、捕獲しました。表情を始めます。報告いたします。我が戦お見せしましょう。出陣する。表情を始めます。報告いたします。出陣するぞ。出るぞ。出陣するぞ。
ざ参ろう。津軽家なかなか手強いですね。ちょっと短くなってきましたので、次回津軽家と本格的に戦争していきたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。